タカタと回る、どこか懐かしい映写機の音。中央区銀座、三原橋地下街にひっそりと佇む映画館、銀座シネパトスです。長年にわたり多くの映画ファンに愛されてきたこの名画座が、今年の3月末に閉館します。この三原橋の劇場としてオープンしたのはそうですね、1967年の10月3日から、耐震上の理由で東京都の方から危険地域ということで、立ち退き要請がありまして、それに応じたということですね。名画座シネパトスでは週替わりで2本立て3本立ての上映が当たり前だった開館当時から数えきれないほどの作品を上映してきたといいます。この劇場はうちでしか上映しない作品を上映してきたんですね。今でいうシネコンさんとはシネコンとは違って、作品を選んでこの場所を探して来ていただいていたので、本当に感謝してますし、愛していただいたし、この映画館を通じて皆さん、お客様とね、私たちスタッフがつながったというか、知り合えたことをはすごく感謝してますし、本当皆さん本当に45年間ありがとうございましたっていう気持ちです、はい。現在シネパトスでは最後の名画座特集として銀座を舞台にした昭和期の映画29作品を上映しています。その当時はなかなかね、忙しくて見られなかったから、そういうの懐かしいんで見に通ってるわけなんですよね。20年ぐらい来てますかね、落ち着くっていうかな。で、地下鉄の音はするし、なんかこう見てるような感じで寂しいですね。最後に支配人の鈴木さんにとって最も印象深い映画もお伺いしました。最後の最後にうちの劇場を愛してくれたスタッフやキャストたちが集まりまして、樋口直文監督がインターミッションという映画をうちの劇場のために作ってくれまして、多くの方たちと、あともう賞をたくさん取ってらっしゃるね、撮影や録音や美術の方たちが集まっていただきまして、最後の最後に一番の思い出深い出来事になりました。ぜひね、うちの劇場で劇場が舞台になった映画を見ていただきたいと思ってます。